はい、どうも、ナベチャンネルのチャベチャルです。はい。おはよう。おはようございます。ごめん。いや、今日はよ、うん、あの、なんつったらいいんだ、家族サービスをしようと思ってよ、ちょっとよ、うん、大人のおもちゃ買っちゃったんだ。え？大人のおもちゃだと思う。なんだと思ってたおめえ。なんだと思ってたとおめえ見てるわな。ね、うん、黙って買っちゃったんだ俺な。うん、やべえだ。え？おめえの大勢やべえかったもん。うんうん、なんつったか覚えてねえよ。うちのお兄ちゃんに、うん、おめえの弟行かれてるって言った。あ、知ってるって顔された。え？知ってるって顔された。お兄ちゃんに。うん、俺ちょっと買っていくかな。うん、すごいもう顔真っ赤にして笑うしかなかったもんな。めっちゃ笑った。じゃあとりあえずな、うん、私が今回購入しました大人のおもちゃ、こちらでございます。じゃじゃじゃーん。ドン。キャンピングカーでございます。トレーラーだ。ちなみに、あの、この車もセットで買いました。じゃあ、こんなのはいいんだ。うん、な、うん、来てよ、あんまり嬉しくてよ、うん、じゃあ乗ってみっかって乗ったべ、うん、あ、初日から壊したから。もうすごい。じゃあ、これでよ、走り出す。じゃじゃんじゃねえわ。じゃじゃんじゃねえわ。もう部品は発注しました。はい、すぐ直っから、うん、ここで。本当はな、うん、走る時にね、とりあえず下ろしてな、タイヤぐるぐるってやるんだけど、うん、もう急いで雨降ってたべ、昨日、うん、で急いでちょっと乗ってみるようなのって引っ張り出したっけよ、うん、これよ、ちょっと、うん、こう上がってたんだな、引っかかってたのこう、うん、ね、うん、でロックかかっちゃってて、うん、でこうタイヤかなあったんだけど、タイヤがこれ減っちゃってよこれ、あ、な、うん、これじゃもうこんなことだからこの部品よな、うん、昨日急いで発注かけたんで、はい、この部品はあとすぐ届くと、はい、まあ、すぐ動かねえから、うん、じゃあちょっとついてまいる、うん、いや夢があって夢が、うん、あるそっあるそっ夢があって、うん、とりあえず昨日初日でな、うん、ゆうたくんにはな、見せるんだな、うん、もうゆうたくんとも寝れるようにはしたんで、じゃあちゃんな、まあ内部はあとはいったな、うん、ゆっくりとこうなんか改造でもすっかな、ちょっと、うん、そしたら、ゆうた大工さんとやっか、うん、とりあえずこうトイレのほうもついてるしな、うん、まあこれ後のお楽しみ、うん、何ついてんだっけ、トイレと流しとガス台と、うん、あとなんだダブルセミダブル1個とシングル1個と、うん、あ、一応シャワーみたいのもついてるのかな、うん、まあ、いろいろついてます、はい、なこれを持ってなキャンプ出ますか、うん、うちの駐車場でよ、うん、あんまり遠くに行くとよ帰ってこれなくなるから俺、あれ、OK、何、あ、近所の山か、山、うん、ここからね 500m くらいで、ちょっとね、いや、まあ、しょ、あいつな、鹿島の人だったら誰でも知ってるよ、桜田山な、うん、桜田山、俺は小さい頃よく行ったんだ、あそこさ、すごい方だ、見えた、多分、え、見えけど今は見えない、まあ、とりあえず今回の大人のおもちゃはあのキャンピングカー買ってみました、はい、な、これであのゆうたくんと楽しいあのキャンプをしたいと思います、はい、何回楽しめるべな、え、何、何回楽しめるべな、2、3回やったら飽きっか俺、うん、え、どう思う俺だからな、飽きしようだから、え、いやでもこれあれだよ、だおめえにおんぐらっちゃう時俺ここさこぼっかよ、うん、いいべもうすでにおんぐらっちゃいけない、うん、いや雨だ、いやこれ本当に水と変わんねえもんな、うん、ちっちゃなな、うん、やべ、よいしょ、なるほど、ゆうたくんがとりあえず学校から帰ってきたら、うん、ちょっと一緒にお掃除とかして、うん、なんかいじぐりだと思う、はい、よし、じゃあそういうことで今回の報告動画は、はい、大人のおもちゃでございます、はい、勝手に買ったやっていいべ、勝手に買ったって、うん、まあそういうことで、まあ一発目はうちの駐車場でキャンプしたいです。はい、よし、じゃあそういうことでまた皆様会いましょう。はい、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。
ダメだこれ。じゃね。